さん、こんにちは、MC美です。さて、今回の動画なんですけど、少し前の動画で、イオンの、洗えるスーツ、シャゴルスーツ、このストレッチが効いとるようなね、このスーツを購入したんですけど、このスーツを、パナソニックのハイエンドモデルである、洗濯機、36万円したドラム式の最新式のね、洗濯機を購入したので、せっかくなのでこのスーツを、自宅でね洗って、どんな感じの仕上がりになるかね、ちょっと確認してみようかなと思います。違わなくできるのか、そういうのをね、見ていこうと思いますね。今はね、全然綺麗な状態ですよね、普通のスーツなんですね。これを家でね、全部ネクタイも含めて全部洗っちゃいますんで、これで、実際、どんな感じになるのか、実際に試してみようと思います。スーツを洗う場合はおうちクリーニングコースを選択します。でデリケートな衣類も優しく洗う。衣類は泡で包み優しくゆり洗い。型崩れが気になるデリケートな衣類も痛みを抑えて汚れを落とします。ということで、こちらの、ね、表示の方ですね。でおしゃれ着用洗剤が必要ということと、あとはこちらのね、新表示っていう、P とかこの手をね、洗うマークみたいなんで、手を入れているようなマークですね。こちらの表記があれば一応洗えるということです。で一応、おうちクリーニングコースでネクタイを洗おうとしたんですけど、これ取り扱い、表示がないものとか、これいろいろ書いてあるんですけど、ネクタイもね、やっぱ型崩れしちゃうみたいで、ネクタイはね、ちょっと洗えないっていうことでね、ちょっとね、これはね、残念でした。はい、普段ね、我が家では液体洗剤と柔軟剤をこんな感じでね、タンクに入れてるんですけど、おしゃれ着用洗剤はそんなにね、使う頻度がないので、基本入れてないんですよね。なんで、ここの洗剤の投入口の方に直接ですね、おしゃれ着用洗剤、これはアタックの容器に入ってますけど、一応これね、MR がね、入ってます。だいたい、どんなもんですかね。この MR ね、裏を見てみると、だいたい 1.5 キロ、スーツは多分ね、上下ぐらいだったらそんな 1.5 キロもないので、40ミリリットルということで、これがね、だいたいこのメモリがあるんですけど、試しに何プッシュで20か入れてみますかね。1、3、4、4プッシュで、だいたい20ぐらいなんで、1プッシュで10なので、6プッシュやと、30ミリっていうことで、あと2プッシュぐらい入れてもちょうど40ぐらいかな。MR ね。はい。ってことで、1.5 キロに40ってことで、あと2プッシュね、足してみましょう。はい。1、2と。はい。これで、MR のね、40ミリがね、1.5 キロっていうことで、これで、洗剤の量としてはいいんじゃないですか。はい。このね、電源を入れて、夜遅くお疲れ様です。朝3時にね、洗濯をしようかなと思います。それで、洗濯乾燥でも選べるのかな。洗濯乾燥では。私の、買ったこの最上位モデルに関しては、LX ね、この 129A ってやつなんですけど、おうちクリーニング乾燥はね、できないみたいですね。乾燥、だから、他の機種だったらね、一応乾燥もできるみたいなんですけど、なぜかこれがね、できないっていうことを判明したんで、とりあえず洗濯して、スーツは普通にね、ハンガーでかけて、干していこうかなと思います。洗濯乾燥では選べない。洗濯でおうちクリーニングですかね。で、洗い、すすぎ、脱水ということで。デリケートのやつで 1.5 キロまで洗えると。で、洗濯する前に衣類を取れて、これの表示があるかどうか確認。さっき言ったやつですね。平らになるように重ねて入れるっていうふうに書いてある。これは知らなかったですね。はい。で、洗えない衣類、革とか、毛皮製品、レーヨン、キュラ、それは洗えないと。で、紙おむつなどの洗濯以外は服、とかは洗えないっていう感じですかね。ジャケットやネクタイ、ワンピース、型が崩れるもの は洗えないっていう感じ。やっぱりネクタイはね、やっぱ洗濯機で洗うのはあんまり良くないみたいですね。はい。で、今これ見たようにね、柔軟剤って書いてある。これはあれなのか。おしゃれ着用洗剤。これは、
標準でいいかな、標準でいいんじゃないですかね。はい、アイオンでバトーシャブルスーツなんですけど、ここにね、一応洗濯の洗う方法がね、一応書いてありました。で、中性洗剤を使用して洗濯ネットを使用しなきゃいけないみたいです。で、アイロンは当て布を使用するということで、で、洗濯する場合は特に次の点注意してください。柔軟剤は使用しないでください。ジャケットは前ボタンをつけずに2つ折りにしてサイズの合ったネットに入れてください。スラックスはボタン、前缶ファスナーを閉じて三つ折りにしてサイズの合ったネットに入れてくださいと。で、水流は弱、手洗いコース等の弱いコースを選んでください。脱水は短時間にしてすぐに形を整えて釣り干しにしてください。肩幅に合ったハンガーを使ってスラックスは、腰部を上にして、日陰干ししてくださいということですね。あとは洗濯後はスラックスにシワが残る場合は元の折り目ラインに沿ってプレスアイロンをしてください。摩擦により、毛羽立ち、毛玉が発生することがありますので、連日の連用は下げてください。着用は下げてくださいっていうことですね。で、ジャケットは、まあ、これボタンをね、かけずに2つ折りっていうことで、こうでいいのかな？これでいいのかな？ちょっとよくわかんないけど。でも、ね、2つ折りってね、こっち折りじゃないよね、多分ね。まあ、どっちでもいいのかな。まあ、一応、半分でね、この2つ折りにしました。このままね、結構大きめのこの俺にね、入れます。はい、これはここでね、綺麗にしとけばある程度、ね、いいんじゃないかなと思うんですけど、こっちを見してね、はい、はい、OK ですね。ズボンの方にもね、一応この洗い方の説明はね、書いてありましたね。はい、ボタンとここの前のボタンですね。あとここのね、ファスナーも閉じて3つ折りにして、ネットに、洗濯ネットに入れていきます。まあ、こんな感じで、まあ、スラックスはまあ3つ折りはこんな感じですかね。で、あとはまあサイズに合ったね、ネットに入れていきます。はい、こんな感じでね、重ねてね、入れました。で、まあ、洗い中3分、すすぎ中水3回、脱水で、おしゃれ着設定はね、おしゃれ着用洗剤を使えってことはね、これはもう標準設定にしました。で、水位に関しては自動、風呂水なし、色洗いなしっていうふうな、ね、設定で、なのでね、こういう感じですね。はい。で、こう回り始めましたね。めっちゃ出てきましたね。めっちゃ泡がね、増えてきました。わお、まあすごいね、これね、泡ですよ。で、まあ上からこう水が出て、この泡で洗っとるような感じなんですかね、もしかしてね。だからこう普通の洗濯みたいにこうぐるぐる回る感じじゃなくて、この泡を作って軽くちょっとだけ動かしてっていう感じで洗ってってる感じですね。はい、洗濯槽のね、半分ぐらい泡で埋まってるんですけど、こんな感じでね、すごいね、この泡の量ね、すごいすごい、ね、すごい量の泡で、まあ、ゆっくりね、じっくり洗ってるような感じです。我が家のね、まあ、こんな感じなんですけど、これね、はい、ここにまあ引っ掛けて、ね、あっちも引っ掛けてあるんですけど、まあ、ここにね、穴洗い終わったらスーツをね、引っ掛けて、乾燥させていこうかなと思います。で、まあ、ここもね、乾燥モードとかもあるんで、ね、スーツをかけたらまあ乾燥でね、やっていこうかなと思いますけど、まあ、風乾燥でいいかなと思います。まあ、温風まではいらないと思います。すごい泡の量ですね、これね。はい、で、今洗いが終わってね、すすぎに入りました。すすぎの時になんかちょっとあれだね、くるくる回ってる感じですね。結構すすぎの時もそんな音しないでしょ。
体、すすぎ1回終わったところなんですけど、まあ、泡はねほとんどなくなりましたということで、まあ、あとにすすぎはね、2回、行うみたいです。で最後のね、脱水のね工程に入りました。ということで電源を切らずに衣類を取り出してドアを閉めるとナノインタルクリーンをしますっていうことで、洗濯レポートはね36分で終わりましたね。4月16日の4月2日ですね、終了ということで、こんなでとりあえずまあこれ、まあ、あの出して、お風呂場でねまたそこで干していきたいと思います。洗ったショップはこんな感じで、まあ、別に特に問題はなさそうですよね。うん、リボンに関してはこんな感じね、はい、こんな感じ、はい、でまあ、ね、もう匂い自体も、うん、別に汗の匂いももちろんしないですし、ただこう後ろを見るとねちょっとそのやっぱりその洗った直後っていうかね、パリッと感はあんま今はね干したばっかなんでないですね。この辺とか見ても、ね、少しヨレヨレってしてるのが分かると思うんですけど、まあ、これを実際この乾燥して、乾いたらどうなるかっていうのをまた確認して、まあ、必要ならね、まあ、スチームアイロンとかをね使っていこうかなと思います。はい、乾くまで放置です。はい、でもう大体ね、乾いたんですけど、意外とどうですかね、もう見てもらったら分かると思うんですけど結構悪くないですよね。はい。で、後ろも 見ればね、わかるんですけど、うん。そんなに別にシワが寄ってるっていう感じはないですね。はい。ということで、まあ、上着の方は、まあ、そんなにね、型崩れとか、まあ、このまま着てっても、問題なさそうなね、感じですね。はい。続いてズボンなんですけど、まあ、ね、横の方とかは全然大丈夫なんですけど、まあ、どうですかね。後ろの方とかはどうなのか、ね、まあそんなに、ね、まあ多少ちょっとこういうシワみたいのはね寄ってる感じですなんですけど、ちょっとやっぱりこのシワはさすがにね洗濯では取れないので、ここに関してはアイロンが必要かな。あーすごいね、あめちゃシワが伸びてる、かるかな、ちょっと見せようか。これがねスチームアイロンする前にね、ここちょっとシワあるでしょ、シワあると思うんですけど、今こっちスチームアイロンやったんですけどね、ほら全然違うでしょ、こうやって比べると ね、はいね、はい、パナソニックのねこのスチームアイロンなんですけど、結構前にこれ買ったやつなんですけど、まあ、全然ね現役で使えます。はい、こっちもね同じように、今両方かけたんですけど、こっちもね、パリッとしました。一瞬ですね、本当だから洗濯してから、まあ、スチームアイロンで少しねスチームしてあげればもうね普通にズボンとしてはね、OK っていう感じになるですね。はい。ということで、まあ、このままね、普通に、またね、次切るときまで、まあ、しまっていけばいいかなっていうふうに思います。あとは、こちらのスーツも、またね、軽くスチームアイロンしてね、パリッとね、刺していきたいと思います。はい。でね、まあ、スチームアイロンかけてみましたが、まあ、スーツの上着の方もね、もう、パリッとした感じがね、こうね、
この、ね、全体的に、まあ、スチールかけたんで、シワもね、なくね、ね、いい感じに仕上がりました。その最上級モデルのね、洗濯機で、まあ、ドラム式の洗濯機で、まあ、洗いましたが、まあ、乾燥も別にね、お風呂場にこんな感じでね、干してるだけだよね、だったんですけど、まあ、上着に関しても、まあ、ズボンに関しては、まあ、少しね、やっぱりそう、スチームアイロンをかけてあげると、まあ、綺麗にね、こう仕上がるという感じでね。はい、ということで、まあ、これでね、おしゃべりスーツは、まあ、わざわざ、まあ、クリーニング屋さんに持ってこなくてもいいかなっていう感じで、まあ、少しね、費用の節約になったんじゃないかなと思いますね。よかったら皆さんもね、イオンのね、このおしゃべりスーツね、使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画はここでおしまいです。それでは、また。はい、あと、これもね、トップバリアで買った、ワイシャツなんですけど、すごいこのストレッチがね、こう効いとるような、こうね、ポリエステル 100% のワイシャツなんですけど、とにかくもう、通気性も良くて、肌触りもポリエステル 100% ですごい柔らかい素材で、すごいいいワイシャツなんですけど、これも普通に洗濯乾燥機で、普通のモードで洗ったんですけど、そんなにシワがね、ほら、つくわけじゃなく、まあ、こんな感じでね、このままでも本当にこれは着れるレベルなので、実際この、なんだろうな、トップバリューのワイシャツに関しても、すごいね、私はもう一着しか買ってないんですけど、またね、スーツを着る機会があればね、また、少しずつね、増やしていこうかなと思えるぐらい、良い商品だったんで、まあ、よかったら皆さんもね、イオンに行ったらトップバリューのスーツコーナー見てね、行って、まあ実際この肌触りとか、まあ、確かめてみてもらえば、質感わかると思いますんで、よかったらね、イオンに行った時に見てください。ということで、以上になります。はい、ありがとうございました。